膝は震えてるし、瞳の中は不安でぐちゃぐちゃだ。この状況で嘘をつけるようなタイプじゃないだろ。だから言ったのに、疑いが晴れてよかったね。気が変わらないうちに、お家に帰った方がいいよ。誰だ？かりん！どいてな。夜の森は真っ黒、包み込むような影になって、お月様がいる空が色づいて見える。だけど今日は森の方が明るい。何度も瞬く光たちは森の中をカラフルに彩っていく。それはまるでお祭りのよう。本当のお祭りだったらどれだけ良かったかって思う。だってこの光はみんな魔法少女たちが争う光だから。ピュンと瞬く放たれた光、バシッと受けて飛び散る光、ピカピカ何度も輝いてみんなの命が飛んでいく。私はただ動くこともできずに見守るだけ。それが役目だからって見守るだけ。しばらくして光が消えてしまうと、あの子が私の耳元でささやいた。ちゃんたちの準備ができたみたいです。全員は入れないと思うから、私たちはここで待ってるね。くれぐれも争わないようにね。その時は私が止めますから安心してください。カネギさんは来てくれますか？東のリーダーなので。うむ、そのつもりだ。あなたたちも争わずに待っていてちょうだい。この争いのルールを
確認してくるわ。わかりました。それでは確認しに行きましょう。キューベイに真実を。アルちゃん、心臓飛び出しそう。大丈夫だよ、カゴメちゃん。リーちゃんがいてくれるから。そう。だから信じよう。大丈夫だって。うん。もちろん信じてる。信じてるから、追いかけてみる。それじゃ、行きます。いいかな？もう大丈夫？うん。私が守るって。当たりなさい！お願い！
マギアユニオン。神浜の魔法少女たちが集まったグループで、お互いに支え合うために動きながら世界に自動浄化システムを広げようとしている。みんなはゆるく編まれた大きな網のようなつながりで神浜という町にふわっとかぶせたみたい。ぎゅっと引き締めた時にねじれて切れないかな。どこかで火が起きてプツプツとちぎれてしまわないかな。いきなり襲いかかってきたうねりを上げる大波。網はザブザブ揺さぶられ、水中の者たちに破られることなく受け止めた。捕まえたのは思いもよらない大物たちで、今もそれは暴れ続けている。あの敵は気持ち…
乾いた音と一緒に私たちの争いは始まった。手をつなごうとしてもできなくて、手が届きそうになれば弾かれてしまう。そんな複雑に絡み合った思いが魔法少女たちを縛りつけている。みんなで一等賞なんてありえないのかな。誰か一人が残るから一等賞なのかな。ただでさえ魔女と戦う使命を課せられて、自分も魔女になる運命に翻弄されているのに、過去や考え方が違えば手を取り合えないなんて悲しい。でもそれって人間の争いと同じみたい。そう、魔法少女だとしても心は私たちと同じ人間のままなんだよ。だからみんなお願い、魔法少女がしていることを知ってあげて。約束を交わした女の子たちのこと、続ける女の子たちのこと、手をつなぎ合う女の子たちのこと、みんなを守り続けていること、運命に翻弄されていること、救われるために争っていること。一番の癒しになるのは、私たちが知って理解してあげることだから。望まない方向へ動き出した。衝突は避けられない。そして広げるもの。果てにたどり着くのはどこか、私たちだけが知っている。アリナの作品が運ばれてきたんですけど。